はい、こんにちは。日本改革党靴沢良治でございます。今日未明に開票結果が判明いたしまして、東京選挙区靴沢の得票は 46,641票でした。投票してくださった皆様のみならず、全国からご支援、応援、お声掛けしてくださいました、皆様感謝申し上げます。ありがとうございました。3年後比例を使えるように10人擁立を目指して引き続き頑張ります。反省点、当落ラインには全然足りなかった。最下位当選の山本太郎が54万票かな、私が4万6000票ですから全然知名度が足りないと。新宿なんか立ってましても1000人に1人ぐらいしか声かけてもらえない。あとはあの変な外国人ですか、妨害文句あるやつ、通りすがりの、とかね。今後は募集中の支部長の力も借りて全国で知名度を上げないと。ネットで私が一人頑張ってもたかが知れておるんで、支部長何十人か、場合によっては何百人か募集してですね、全国で、駅に立ってチラシ配りしてもらおうかな、そんなことを考えております。その支部長のためにもなるしね、もちろん配るのは支部長のチラシです。で、日本改革党っていう名前の知名度を上げたい。判明した点、選挙中に自民党候補が1日に10カ所も目まぐるしく回るのはお礼の意味だった。ああですね。票集めはすでに地方議員が電話や手紙で完了してん、終わってんのね。選挙中始まる前に。頑張った地方議員のですね、オラのマジにも来てよ、おぐなまし、来てくんないっていう声に応えないといけないですもんね。ですんで、オラの街に先生が来てくれたら、オラも講演会に花が高いんだわ、みたいな感じ。なので、そういう地方組織がない、私たち日本改革党が同じ真似してもダメと。来年の統一選で地方議員何人か誕生させることができたらば、その人にね、地元で、密着してもらって、名簿作るなりなんなりしてもらって、10人擁立して、比例を使いつつたら、ひょっとしたら全国から私の名前書いてもらって、46万票取れてたのか、果たして、という感じであります。東京の10倍人口ですんで、ネットですからね、全国の方が、東京と同じ割合で私の名前変えていただけたら46万票取れてたのかなぁ、思ったり、比例なら10万票で当確、その属する党にもよりますけどね。東京選挙区の詳細分析、大手政党の部、1位朝日健太郎さん自民 92.2 万票、2位竹谷俊子さん公明党 74.3 万票、3位内裏たすきで選挙違反常習犯山添拓共産党 68.5 万票。山添拓って共産党唯一の選挙区当選者なんて、一番枠が多い6枠の東京でしか共産党はすでに当選できなくなってる。4人の埼玉や神奈川なんかでは当選できない、6枠ないと。山添拓、あれですね、共産党の希望の星ですね。4位蓮舫 67.0 万票、5位生稲晃子さん 62.0 万票、6位山本太郎 56.6 万票、次点維新海老沢由紀さん53万票、惜しかったなぁ、3万6000票か。山本太郎よりは維新の方が良かったよなーっていう感じ。社民の数合わせ、服部良一さん、72歳、5.9 万票。社民は、本当に福島みずほしか、人気ないなー。N 党の MM 候補が 5.3 万票で、私より取ってました。候補にも、
NHK の滞納の裁判費用は全部持ちます、滞納して裁判負けたら全部払います、って書いてあって、これ買収じゃねえのかなって電話かけた人も結構いたみたいですよ、あの戦艦に。帰化一世、この方朝鮮日報の記者でした、なので帰化人票がこれぐらい入ったのかなー、思ったりなんかしてね、新大久保とかに多そうだもんね、帰化人、投票できる帰化人票、この人はあの居住実態がなくて新宿区議会議員追われたが、次出ればまたあの楽勝で当選しそうですね、新宿だったら、帰化人票で、だって新大久保とか多そうじゃん、偉く、陳哲郎維新候補を破って当選しちゃったみたいです。京都にも多いんじゃないの、あの帰化人票が。日本は超個体の考えからですね、私はあの帰化一世の立候補に大反対であります。親が片っぽ日本人とか言うなら別です。小野田紀美さんなんかは別です。親戚になってますからね。投票権も議論が必要では、帰化一世は投票できない、その子供からってしてもらわないと、江戸川区だっけかな、インド人の帰化したやつがやっぱりインドの帰化のインドコミュニティの票で当選しちゃって、区議会議員やってるっちゅ、そういうことにもなりかねませんね。6年前の朝日さん 64.5 万票から92万票に躍進しておりました。6年間ですね、本議会で一度も発言していない寡黙な朝日さん。一回も質問してねえんだって、本議会では。まあ、委員会では喋ってるんでしょうけど、それでもあの、地道に票を増やしてきたんでしょうか、そうなのかな、政策アンケートにですね、わからないを連発した生稲さんに呆れてですね、朝日さんに票が流れたんじゃないか、自民党員の票が流れたんじゃないかって私は思っております。蓮舫得票数推、2010年のあの2回前の参院選171万票取ったな。2010年っていうとまだ民主党政権で全盛期の頃ですか。2016年112万票、今回67万票、減り方えげつないですね。このままね、あの、行けば、次落選じゃない？大体、あの、選挙1回、過ぎるごとに、3分の2になってますから、次は、3分の2で40万票とかになっちゃって、次落選すんじゃねえの？東京選挙区で一番の敗者は、ひょっとしたら蓮舫かもしんねえな。当選したけどね。改心などせずに、このまま、何にでも噛みついて、集大さらしてほしいなぁ。N 党の MM さん、朝鮮日報記者、元。で、帰化一世なんですけど、政策アンケートなんか見てますと、国防のこととか、あの、会見のこととか、生稲さんよりマシでした。ちょっとしゃぐに触りますけどね。なんかしっかりしてんですよ。頭はいいんだな。今回から定数が245から250になりました。参院選大手政党の議席増減、自民党119になりました、プラス8、111から119に、維新21プラス6、公明27マイナス1。これ公明党落選したって聞いてないんで、最初からあの無理だっつって立てなかったとこあるんでしょうかね。立憲39マイナス6、45から減っちゃいました。共産11マイナス2、これ元々の数が少ねえからあれだね、あの立憲よりも減った率は高いわね。民民10名マイナス2、自民と維新以外は全部微減と、民民減ったな、やっぱたまに賞金になる玉木以外は普段何やってっかわかんないしね。あと民主党時代、いぶし銀の売国度だった大塚公平とかもまだいるし、立憲のマイナス5の中に有田芳生とパクシン君が入っていて、めでたい、めでたい。有田はですね、全国から投票してもらえる比例なのに、
46,712 票しか取れなくて大爆笑。ちょうど私と同じぐらいですね。こっちは東京限定なのにね。まあ、いらねえってことでしょ。いらねえ、ありたいらねえって、これが民意だ。参院比例票は最高に正確な政党支持率指標と言われてますけれども、2016年、2019年、2022年、3回に及ぶ参院選、まあ、3年ごとの、推移なんですけれどもね、自民、211,771、今回1,825、公明、757,654,618、減ってるなぁ、順調に。共産、602,448,362、減ってるなぁ、順調に。9年前の6割ぐらいに、なっちゃいましたね。なっちゃいましたね。えげつねえな。維新、515,491,785,000。躍進してますね。270,000票ぐらい上積みしてますね。9年間でね。立憲、792,000から677,000票に減りました。これ2016年には立憲がなかったもんですから。2019年からの数字だけであります。泉健太、比例票が維新に負けた、ブリブリ。思わず脱粉であります。立憲677,000、維新が785,000ですから、もう確実に、あれですね、野党第一党は維新になりますね。立憲は第二党だか第三党だか知んねえけど、そうなるな。民民、348,000から316,000。これも同様で2016年は民民は存在してなかったんで、2019年からであります。これも減らしてますよね。2019年から立憲プラス民民の元民進党の票推移です。2016年は民進党って、組織でですね、立憲と民民は仲良く同じ党をやってました。途中で分裂したんですけど、2016年の民進党、1,175,000票。多いなぁ。19年は、立民合わせて、1,150,000。3年で、微減。今回、立足す民が993,000と、1割以上減らしましたね。こちらも、減少が、順調であります。左翼票が減っておると。まあ一番えげつない減り方が共産ですけどね。602,448,362。3年後は200,000票ぐらいになってんじゃないかな。比例でやっと2人当選ぐらい。消滅は時間の問題。約束された消滅。私が生きてるうちに見たいものです。今回社民がしぶとく生き残っちゃったもんな。福島みずほ、比例で受かっちゃいました。たった一人。山本太郎の比例票。これ9年前は山本太郎と生活の党かなんか言って、小沢と組んでた時、107,000。令和になって228,000。今回が231,000。まあ横ばいですね。3年前からあんまり増えずに横ばいなのが救いであります。似たような共産と逆転する日も近いんじゃないかな、これな。3年後の比例票、共産230,000取れない可能性高いですよ、これ。なんつったって若い人入ってくんにいいから減る一方だもんね。第一共産党と第二共産党が入れ替わるだけと言えなくもないですね。若者受けするソフト共産党が令和、マイルド共産党って言うんですか、それが令和の正体だ。って私は思っておりますんで、山本太郎が健康で無事ならばですけどね。あそこも山本太郎以外の顔が思い浮かばない。玉木みたいなもんであります。自民は8議席増やしたけど、比例票数から見ると、躍進したんじゃなくて、ほががずっこけた感じですね。ネットでは、岸田自民には入れないって声をよく聞きましたし、けど選挙に勝っちゃうとですね、この路線でよし、現場猫になっちゃうんでしょうね。つまり相変わらず、検討だの、中止だの、ばっかし言うようになって、その他、公明党に喧嘩を売られた小野田君さん、圧勝ざまみろ。
小野田さん、岡山公明党の支援はいりません、岡山創価学会幹部、発狂売られた喧嘩は買う、学会票10万が対立候補に入れば落選するんだぞ、落選運動開始。この時点でなんて血の気が多いんだ、修行足りないんじゃないのか、人々の心の安寧を祈る宗教法人の資格狙おめえは、いうようなことで大評判になったんですけれども、っていうか私が焚き付けたんですけど、結果小野田さん39万、自転立憲の黒田さん21万、まあ、ダブルスコアですね、圧勝。10万票上積みしてもダメですね、すでにこれ、学会の票が10万票上積みされてる状態で21万しか取れなかったのかもしれない、結論、もう学会は雑に扱っていいないがしろにしていい、まあ、順調に減り続けてるしね、このまま自然消滅で連立解消っていうのを希望します。全国の自民党一人区の皆さんは小野田さんに続け、小野田さんに続け、という感じであります。というわけで、私こんな私でも4万6000票、取れました。これが多いか少ないかはあれなんですけれども、まあまあ効率よくできたかなっていうのがあれであります。まあ他と比べての話ですけど、まあ大手と比べると10分の1ぐらいしかなくて、まあ象とアリぐらいの違いはあるんですけど、まあまあ大勢で活動して金もかけて、第一党とか国盛りなんかよりは取れたんで、私一人で、頑張った割には効率良かったんじゃないか、と自負しております。というわけで、3年後の参院選、10人擁立して、比例を使えるようにしたい。そのために、支部長を募集したい。地方議員になってもらうと同時に、日本改革党の知名度を上げてもらいたい。メール党員も募集しております。990円。月額990円で、ほぼ毎日届くメールマガジンのご購入で、日本改革党をご支援ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。